そのことだったな。よいしょ。今日はクリスマスケーキを買ってこようと思ったんですけど、どうやって配ればいいかわからなくなったんでシルベージュで我慢しました。よいしょ。手袋でこれ開けかな。ありがとう優しい人。はい、とりあえずケーキもらってってください。お願いします。もうさ、いや、エンタがもらいに行くらよくないと思うんだよ。全力じゃねえか。すぐもらった。本当のケーキ食べたい人は後ろにあるんですの物販の方で、お心持ちだけでお金をあげてくださいとのことなので、どうぞ。で、この中で酒今飲んでる俺はこの後飲むって方います？はい、はい、酒の、つまみも買ってきました。焼きたらをちょっと2種類ほど買ってきたので、よろしければどうぞどうぞ。あ、もう袋から取るとかじゃなくて、あらすんだね。あらすんだね。この現場を撮って楽しいですか？非常に楽しい。ありがとうございます。さあ、あと2個だ。あと2個。よし。テーマの話もしましたし、もうください。何迷惑。私の出会いが減ってるわ。では、お酒のつまみ大丈夫。いや、まだ俺も酒のつまみで酔っちゃうよ。あれ、音楽が流れない。あ、ごめん、食べ物食べてる。食ってる。垂れ流しにすればそのままクリスマスソングがガーってちょっと流れ続けるっていうのにしちゃったんですけど。これ酔っちゃいかと思ったら、すでトラブルか。おっちょいか。
あれ、まだ流れないだけですか？少々お待ちを。はい、ごめんなさい。イエーイ、さあ、盛り上げていこうぜ。イエーイ、イエーイ、イエーイ。で、何で勝ったらかって言いますと、最初の説明であった通り、まあ、じゃんけんですよ。じゃんけんなんですよ。で、裏で、くじとか言ってたのは、それやったーとか思いながら、裏で、あ、用意しようかな、今から、あ、10秒できるかなとか思いながら、裏でやってたんですよ。後ろ何くどいてるの？後ろはそれ何くどいてるの？ありがとうございます。すいません。説明不足でした。すいません。では、じゃんけんで、とりあえず勝った人から順に、違う、一回じゃんけんして、それで勝った人、そういう一人に、お菓子を、詰め合わせを買ってきたんで、それを一つずつ配ろうかなっていうのを。いろいろお菓子用意、3つぐらい用意したんで、で、どれが来るかは後ろの人任せです。後ろの人に頼んだんで、後ろの人に任せるんで。だから、勝った商品にしたらしょぼいじゃねえかって思ったら、後ろの人が渡したあれなんで、そっちに文句をお願いします。持ってきたのは俺なんだけどね。では行きます。最初はグー、じゃんけんぽん。アイコはオチですね、今回は。勝った人集結前にお願いします。はい、いきます。最初はグー、じゃんけんぽん。1個目ちょうだい。はい、クリスマスをちょっと意識しました。じゃあ次はルールを変えますよ。3回、再開があるんでね、じゃんけんがね。次ルール変えますよ。ルール次は、じゃんけんにあいこだった人がもらえます。いきますよ。あ、もらえた人も参加できるんで。マジで。だから1人で3本持って帰るもありだから。最初はグー、じゃんけんぽん。あいこ、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 残ってる、残ってる。じゃあ心理戦ありにします。心理戦、心理戦ありにします。心理戦、パーパーパー、絶対だわ。最初はグー、じゃんけんぽん。ちょっとちょっとちょっと、まだいるよ、まだいるよ、みんなまだいるよ。次何にする予定ですか？チョキです。チョキですか？チョキですね、わかりました、わかりました。最初はグー、じゃんけんぽん。やるって言ったらやるからね。最初はグー、じゃんけんぽん。あいこいねえな、なんで2回目このくだってんだ。じゃんけんぽん。あ、いたいたいた。最初はグー、じゃんけんぽん。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。なんでそこでシンクロしてんだよ、仲良しだよ。じゃんけんぽん、あいこでしょ。はい、あいこって言いそうになった。2個目お願いします。はい、嬉しい一口のカステラ。じゃあラストいきます。ラスト、ラストは、今回ちょっとメガネかけたのは前回失敗したなと思ったのがあって、手が面白かった人って言ってメガネを外した状態で分かんなかったんですよ、手がみんなの。だから今回は学んでメガネかけました。じゃあ手が面白かった人、僕から見て面白かった人にあげます。いきますよ、一発勝負じゃなくて多分3人ぐらいこう連れてくるんで、大丈夫。何だろう、面白い、面白い、僕が面白ければ何でもいいです。何でもいいよね、何でもいいよね、はい、人によってはこれやってきたんで俺に。それを考慮した上でお願いします。最初はグー、じゃんけんぽん。あれは絶対入れなきゃいけないよ。これは絶対入れなきゃいけないよ。それ酒なんだよ。バナビです、その場でいい、その場です、その場で大丈夫です。その加工に行けばいいね。よいしょ、あ、違う違う、あともう一人、もう一人、もう一人。
ず同じ人が2人いるんだよな、テレビの位置が。強いよ。だってマネーだったんだもんって見てたらすごい面白かった。世の中金でしょ。だっていただきます。普通にじゃんけんしようか。じゃあ最後、最初はグーじゃんけんぽん。あいこでしょ。じゃんけんで負けた人が負けかな。最後は普通にやろう。誰かってんじゃん。全員で勝負な。2人は負けた。俺は勝負に勝てて。あ、勝ちました。よかった。最後お願いします。はい、最後はサタンさんです。わー、サタンだ、イエーイ。すごいね、俺より目立ってたよね、私。いいなぁ。で、もうじきクリスマスが近いということで、今回は曲順を恋人たちの出会いと告白と一気に飛んで別れにしました。曲線を、では、聴いてください。今好きになる。夢なら認めちゃったら隠すことも諦めそうだ。今好きになる。認めました、自分の中で。じゃあ好きになったと思ったら次する行動は告白。聞いてください、初恋リミネット。
実らないこともありますよね。ない。俺は実らねえだ。何回告って無理って言われたか。そして何回メールで、あ、ごめん友達でって言われたか。そんな時この曲を聴きました。情熱。ありがとうございました。この後もね、素敵な人たち来るので、ね。